のデギタビンチャンネルへようこそ。マサヤビンテージでございます。今日はですね、視聴者様からのですねリクエストの中で聞き方関係ですね、ハウツーというかレッスンというか要望をいただいている分があるんで、それをまとめてやりたいと思うんですけども、内容はですね様々なのでチャプターを入れていきます。分数とタイトルを概要欄に書いていきますんで、その分数をタップ、もしくは、パソコンだったら、クリックしていただければそこの、曲に飛ぶということでやっていきますんで、よろしくお願いします。今回は4曲ですね。1曲目はですね、4月になれば彼女は、サイモンとガーファンクルですね、の要点の説明ということで、やっていきます。で、2曲目はですね、ボクサー、同じくサイモンとガーファンクルのボクサーの、セントラルパークライブの弾き方というところのリクエストがありましたので、それやります。で、3曲目はですね、私も初めて聞いたんですけども、知らなかったんですけどね、根田誠一さんというシンガーソングライターの方がいらっしゃいまして、1976年の作品だということで、悲しみのバラードっていう曲があるんですけども、それの、ギターコード耳コピーしてほしいという要望があります。これについてはあの調べてもね、ギターコード出てこないので、耳コピーするしかないんですけども、これやります。で、最後にですね、基本的な部分になるんですけども、吉田拓郎さんのどうしてこんなに悲しいんだろうの、まあこれはリズムの取り方というところですね、をやっていくということです。これは割と初心者向けになるかと思いますが、はい、ということでやっていきたいと思います。ではよろしくお願いします。それではエイプリルカムシーゲルなんですけども、まずはですね、アルバムのバージョンはカポ1の G なんですね、これがオリジナルキーになると思うんですけども、7フレームでね D を押さえますよ。開放弦を、4弦の開放弦の音を鳴らすから綺麗なんですね。ここで D、これはですね5フレット目の1弦、7フレット目の2弦、3弦、これで D なんです。で G に戻る、ここはローコードの G。ポールさえも綺麗だよね。ということでですね、これは7フレット目で D を押さえて、で歌入るでしょ。歌入るときにね、一拍置くとこがあるんですよ。でここでね、G のフォームをしながら2弦の1フレ、4弦の3フレ、Am で人差し指離しつつ小指で、G のベース、6弦の3フレ、次 F メジャー7を押さえながら6弦の1フレ、このベース音が入ってるパターンがありますね。Em7、 C、D なんですけど、ここでは C のフォームをそのまま3フレット目まで、 G に戻ってベース音ランニングする、Aマイナー、Eマイナー、Aマイナー、Eマイナー、6弦のベース音を上げていくベースランニング、
アルバムバージョンはなぜかここでは普通の D を使うんですよね。セプテンバーって言わないんですよね。セプテンバーラバスのハスクラウン、ちょっとねかっこよくやろうと思ったらセントラルパークパバージョンっていうのをサンフレにするんです。セントラルパークバージョン、7フレは一緒ですね。セントラルパークちょっとだけイントロが違う、ここは一緒ね。スローなんですよ。でラストもね、ここでこの C を3フレまでこう。この D を使う、最後ね。で、終わってましたよ、セントラルパーク。はい、ということで、7月になれば彼女は以上ですね。はい、続いていきましょう。続いてはボクサーのセントラルパークバージョン。はい、チャプター変わります。チャプター2ですね。はい、カポ1でセントラルパークボクサーパクカポ 1C。 これはもう単純にね、そんなに難しいっていうか、5 2 4 3 6 2 4 3 5 2 4 3 6 2 4 3。これランニングします。 C のベース音、5弦の3フレ、5弦の2フレ、5弦開放、 G 6弦のベースをしながら4弦の2フレの音、4弦の3フレの音、2フレの音、2弦のこの C の2弦の音を聞かせながら1弦開放、2弦の3フレの音、ベース音はこれ移動してますね、5弦の2フレ、Am7 でいいかな、これは、5弦の1フレ Am7 として、まあ Am でもいいや、Am の5弦の開放のベース音と、2弦の1フレね、 GFCFC、 細いんですよね。ここでね、1番と2番のつなぎは C7 数入ってました。最
コトンテンテンテン、 E マイナー入って、要点はそんな感じになりますね。で最後はでしたね。はい、ありがとうございます。そんな感じでちょっと単純やけど、アルバムバージョンに入ってるね、この1弦を利用したこのランニングは入らないということでよろしいでしょうか。はい、じゃあ続きまして、チャプター3、根田誠一さんの悲しみのバラード、これはですねコード進行ということで、リクエストいただいたんで、オリジナルキーは4フレで C です。まあ E なんですけどね、 E をカップつけたら4フレで C、根田さんはこれで弾いてありますね。根田さんはストロークで弾いてありますね。まずイントロ、タラタタンタン C、 タタンタン E マイナー、タラタタン F、 タラタタン D7、 これなんです、イントロだけは。でも歌のところは違うのね。タタンタタタンタタタン C ね、タタンタタタンタタタンタタンタン A マイナー。ハンマリング入れるんだったらこの5弦の開放の音 F、 タタンタタタンタタン G7、 タタタタン C、 ここはそのまま C のまま、ハンマリング入れるんだったら中指、ハンマリングは中指、ですね。こんだけです。すべてそれです。C A マイナー F G 7 C A マイナー F G 7 C。イントロだけ C E マイナー F G 7になりますね。はい。まあ、コードの耳コピーというのはそういう形で、やりました。あとハーモニカはねキーがないのでできないですけど、まあ、これだったら E のハーモニカを使いますね。 E のハーモニカで、まあそれはもうレコードを聴きながら、音を探していただいたらいいかなと思いますが、ご本人のライブというか弾き語りの映像も見ましたけども、ハーモニカは別撮りで流れてましたんで、タラタタンタタタタンタタタラタタンタラタタンタタン、あ、G7 ね、タタンタタタンタタタンタタンタンタンタタンタンタタタンタタタタタタだんだん盛り上がって変わっていきますけど、コード進行は全部一緒です。で、間奏とかのハーモニカ入るやつはここで A マイナーじゃなくて E マイナーになると思います。ここは開放でジャッジャン入れたり、ということでコード進行というリクエストになったんで、こんな形で、お伝えさせていただきました。今日は簡単で申し訳ないんですけども、またよろしくお願いいたします。ちょっとギター変えましたけど、どうしてこんなに悲しいんだろうの、まあこれリズムの取り方になるんです。チューニングという曲でしたけども、とか拓郎さんに言ってますけど、どうしてか悲しいんだろう、リズムなんですよね。雰囲気出すためにも、なんですけど、ストロークでまずベース音のところをめがけて
ですね、ダウンダウンやね。で、ダアップアップ。ちょっとね、カット入れますけどね。もう一枚ね。ここは、ちょっと私の場合ですよ、これはもう勝手にアレンジになるんですけど、 C から E マイ、 A マイナーに行くところね、 E マイナーセブンスみたいな感じで入れてますね、私は。暖かいのさ、明日はもう一度言ったら一人のとです。時には思うけど明日になるといつものように心を閉ざしている僕さ。って感じですね。ぐちゃ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 というわけでですね、こういう形で練習していっていただければ、雰囲気出るんじゃないかなと思います。はい、今日はこの辺で失礼します。どうもありがとうございました。またお会いしましょう。